ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、久しぶりにガラケー使ってる人見たわ。懐かしいな。今となってはもう滅多に見ないぜ。これも時代の移り変わりかしらね。昔は普通だったけど、今はもう見かけないわ。そういうのは過去にもあるな。昭和では当たり前だったけど、平成とか令和になると消えたヤバいものがあるぞ。昭和といえば激動の時代だもんね。今じゃ考えられないようなものとかありそうだわ。実際、大ヒットしたお菓子とか日本ならではのおもちゃがあるし、かなり際どい服装があったから、今だとありえないな。いずれそういうものも忘れられるのかしら。今のうちに見ておこうかな。消えてからじゃ遅いし、今見ておくことをおすすめするぞ。昭和の常識と今の常識を比べてみて、新しい発見をしたり驚きの真実を見てみてくれ。それじゃあ今回はヤバすぎる昭和の当たり前について解説していくぜ。最初に紹介するのは地球ゴマ。これはジャイロ効果の原理を応用した科学玩具で、当時はかなり人気だったんだ。ゴマなのはわかるけど、なんで地球？あとジャイロ効果って？順番に説明しよう。まずジャイロ効果っていうのは、物体が自転運動をすると、外から力を加えられない限り、その自転軸の方向を変えず、かつ回転速度が速いほどその特性が強まるっていうものだ。普通のコマで言うなら高速回転で回すほど姿勢が安定し、その自転軸もブレないっていうことだぜ。回転が速ければ速いほどブレにくくなるのね。その通り。それで、地球が 23.4 度傾いたまま自転しながら公転することを、このコマでジャイロ効果によって説明できることから地球ゴマって名付けられたんだよ。なるほど、合点が言ったわ。ただ、精密な動きが必要なばかりに、実は作るのがかなり難しい。地球ゴマの命はその精度にあって、模造品は精度が悪いからしっかりと回らないんだ。そうなの、実はすっごく繊細なのね。実際、地球ゴマは100分の2から100分の3ミリっていう精度で、職人の手作業で作られてるほどだぞ。ネジとかメッキみたいにごく一部が外注加工、ないしは購入部品ではあるものの、ほとんどの部品は国内で製造されてたんだ。やっぱりものづくり大国、日本だけあって、こういう細かい作業は得意なのね。世界に誇れる技術だな。地球ゴマを象徴する垂直、水平のコマの保護枠は5ミリ幅の線材を切断、円形に曲げて加工して、それを溶接して作ってるぜ。コマとしての回転部分は、鉛をベースにアンチモンと鈴を混ぜた合金アンチモニーで鋳造して、ピンクとグリーンで料理を塗装するんだ。おお、ここで職人の技が生きるわけね。これが全部手作りだって言うんだから、すごいよな。そして、軸部品は鋼材を断裁した後、糸を通す穴を開けて、削ったり細かい凹凸状の加工をつけた後、熱処理をすることで高精度に仕上げるんだ。こうして地球ゴマができるわけだわ。ただ、残念なことに今は地球ゴマが作れる職人って数えるほどしかいないんだよな。一連の作業工程も社外秘だから職人以外は詳しい製法を知らないだろうし、近いうちに見れなくなる可能性があるぞ。なんですって、日本の技術を守るためにも、後継者がいてほしいわね。次に紹介するのはキティランド。これはファンシーな動物のイラストがプリントされた可愛いクッキーで、1978年にグリコから販売されたんだ。あら可愛い、今でも売ってるの？残念ながら、今はもう売ってないな。箱の中では4列で各3枚ずつでクッキーが入ってて、赤い箱のプレーンクッキーと、茶色い箱のチョコレートクッキーがあったんだよ。味は2種類あるのね。でも、今は手に入らないのがなぁ。ただ、これまでに何度か復刻してるから、もしかしたらまた販売するチャンスがあるかもしれない。再販の声も多い人気商品で、事実、2013年にはサンリオのキティちゃんとコラボして、70種類ものキティちゃんのイラストがプリントされたキティランドが販売されたことがあるぞ。そうなのね、復刻した時は真っ先に買おっと。次に紹介するのはアクエリアス。これはコカ・コーラから1983年より販売されてるスポーツドリンクで、昭和には今とデザインが全然違う缶タイプがあったんだよ。こんな缶があったの、というか、アクエリアスってこんな昔からあったんだ。ちょっと意外だよな。日本以外にもアジアとヨーロッパの15カ国で発売されてて、国際オリンピック委員会とかFIFAワールドカップの公式スポーツ飲料でもあるすごい飲み物だぞ。そんなに愛されてる商品だったのね。ちなみに、1980年代発売当初の CM には進化した水アイソトニックアクエリアスみたいに、とにかくアイソトニックっていう言葉をよく使ってたな。アイソトニック？何それ？これは体液にほぼ等しい浸透圧を持つ電解質のことだな。体に近い浸透圧を持つから吸収しやすいのが特徴で、アクエリアス以外にもポカリスエットみたいなスポーツドリンクがあるぜ。運動した後は水分補給が大切だもんね。アイソトニックなアクエリアスは最適だわ。次に紹介するのはコスモス自販機。これは駄菓子屋みたいな小売店の店頭に設置されてた全身真っ赤の筐体が印象的な怪しい自販機だ。赤すぎて存在感抜群ね。逆に怪しくなるわ。まあ実際、出てくる商品も怪しいしな。
これはコスモス社の販売子会社にいる営業マンが週に一度のペースで巡回して商品を補充して、設置店に対して売上金の 20% を設置委託料として支払ってたそうだぜ。やってることは今の自販機と似てるのね。タイプもいろいろあるぞ。最盛期の1983年には従来のカプセル自動販売機と並行して紙箱式自動販売機を投入してて、これは幅64センチ、奥行き40センチ、高さ180センチと、当時の西洋飲料水の自動販売機と同じくらいの大きさがあったんだ。幅はともかく、奥行きとか高さは今の自販機みたいだわ。ただ、その仕組みは全然違う。仕組みはアメリカのタバコ自販機を模したもので、コインが中に入ることで動作可能になるレバーを操作すると、内側に積み重ねられた商品が一個ずつ受け取り口に落下するようになってるし、レバーの代わりにボタンを押し込むものも登場してるぞ。レバーとかボタンでガチャガチャ動かすのね。それで、どんな商品があったの？それがかなり怪しい。値段にもばらつきがあって、20円とか50円、100円のものがあったり、300円程度のものもあったんだ。そんな商品はというと、コピー品とか怪しい景品が販売されてて、水素爆弾とかありえないものが手のひらに収まるような小さい箱に入ってたぜ。爆弾？まあ、子供のおもちゃみたいなものだしね。今はもうこの自販機は滅多に見ないだろうな。コスモスはこの自販機を総合商社のイトマンから購入したことが原因で、50億円とも60億円とも言われる負債を抱えて倒産したそうだから、今はもう全国的にもかなり珍しいんじゃないか？少なくとも私の近所では見たことないと思うわ。視聴者のみんなは見たことあったりするのかしら？次に紹介するのはスポロガム。これは小さな箱が2つ連結した細長い形で、片方には型抜きができるガム、もう片方にはおもちゃが入ってたんだ。ガムとおもちゃ、一つで二度美味しいわね。さらに嬉しいことに、おもちゃの入った箱には男の子向きと女の子向きの表示があるから、これが当時の少年少女たちに人気だったんだ。消費者のニーズに合わせてたとは。それは売れるわけだわ。中身は車とか家電製品、羽の開くテントウムシみたいなおもちゃが入ってたそうだな。江崎グリコの担当者によると、スポロガムは1967年12月発売で、1998年まで販売を続けて、今はもう売ってないそうだぜ。今でも売れそうな感じがするけどね。YouTuber とかが動画のネタにしてそうだわ。面白いおもちゃとか出ると盛り上がるかもな。ちなみに、スポロガムのスポロっていうのはスポロ乳酸菌のことで、生きたままお腹の中に届いて、体に良い腸内細菌のサポートをしてくれる優れものなんだ。そんな嬉しい効果まであるの？流行り病にかからないか心配される今こそ必要なお菓子ね。次に紹介するのはファミマガ。これはゲームに関する嘘情報が書かれた雑誌なんだけど、実は当時かなり人気だったんだよ。嘘が書かれてるのに人気？むしろ不人気になりそうだけど、これはハマった人もいるんじゃないか？1980年代前半にファミコンが大ヒットして以降、相次いでゲームに特化した専門雑誌が創刊されたんだけど、特に支持を集めていたのが初のファミコン専門誌のファミリーコンピュータマガジンことファミマガなんだ。当時は今みたいに攻略サイトとかないから、こういう雑誌から攻略情報を知ってたのかな？それももちろんあるけど、ファミマガは攻略記事と裏技の紹介を中心とした紙面構成が人気で、当時は理不尽な内容のソフトも多かったから、プレイヤーのニーズと合致してたんだよ。ゲームバランスとか考えず、勢いだけで作ったものもありそうね。まあ、その理不尽さがいいって人もいるんだけど、裏技はファミマガの紙面だとウルトラテクニックを訳して売る技って呼ばれてて、ゲームには隠されたテクニックとか攻略法が付きものだけど、そのやり方を画像付きでわかりやすく解説してたのがファミマガの売る技コーナーだったぜ。これはありがたい。文字だけじゃ伝えにくいところとかあるし、画像付きで詳しく解説してくれるのは助かるわ。ただ、この売る技コーナーには罠があるんだ。紹介されてる売る技の中には到底実現できない嘘のテクニック、いわゆる嘘技が紛れ込んでたんだよ。なんで、ファミマガは本当かどうか確かめずに掲載してるの？いや、これはわざとなんだ。というのも、情報を流用する他紙への牽制とか相次ぐ売る技関連の問い合わせの軽減、それと単にその場のノリで決めたとか、いろんな説があるな。なるほど、ファミマガとしてはあえて間違った情報を載せることで、ライバルたちと差をつけようとしたのね。ただ、ファミマガ読者はこの嘘技に振り回されたこともあるから、いい思い出のない人もいると思うぜ。はじめこそ特に説明もなく記載されてた嘘技だけど、次第に嘘技クイズとしてファミマガの定番企画になったんだ。売る技として紹介されている裏技の中に一つだけ混じってる嘘技を的中させると、プレゼントがもらえるっていう企画だったぜ。どれが嘘でどれが本当か見極める頭脳が必要になるわ。ゲームに詳しい人はこの応募をする瞬間、頭がフル回転してそうね。次に紹介するのはかき氷自販機。これは昭和にこそどこにでもあった自販機なんだけど、今となってはほぼ絶滅してる代物だな。かき氷の自販機。
そんなの夏にしか売れそうにないけど。夏以外は赤字だろうな、多分。かき氷自販機といえば星崎かき氷自動販売機っていうのが大人気で、かき氷のカップに溢れるほどの氷が入ってシロップまでかかる自販機だったぜ。必要なことは一通りやってくれるのね。差し詰め全自動かき氷機って言ったところか。値段も手頃で100から150円くらいで販売されてて、シロップはイチゴ、メロン、レモンの3種類から選べるそうだぞ。かき氷といえば定番の味だわ。これって今でもあるの？かなり厳しい。今のところ群馬県だけで稼働してるって説があるけど、もしかしたら他のところでも現役かもしれない。近くにあったら使ってみたいわね。どんな感じが試してみたいわ。次に紹介するのは赤電話。これは電信電話公社現 NTT が1951年に導入した10円硬貨専用の公衆電話だ。公衆電話かー。今は携帯電話があるし、もう出番はないわよね。実際、1995年に姿を消してるな。昭和を象徴する黒電話の次に有名な電話機と言っても過言じゃなくて、赤色の理由は暗い街灯でも目立つからだぜ。夜中に街灯の下で真っ赤な電話があるとか、なんかホラー映画みたいだわ。ちょっと怖いよな。これは電電公社が駅、公共施設、テーマパーク、ショッピングセンター、商店とかいろんな場所に設置して、施設の運営者に管理を委託してたんだ。だから、正式名称は委託公衆電話って言うんだよ。そうなんだ。黒電話ときて赤電話みたいな感じで出したのかとばかり。そっちの方が印象的だし通用すると思うぞ。よくタバコ屋に置かれてたりするんだけど、10円で利用できるものの、当初はダイヤル市外発信ができなかったから、それが可能な大型赤電話なるものも存在してたぜ。他にもタイプがあるの？色とかにもバリエーションがあったりみたいな。あるんだな。これが1960年代から1975年代くらいにかけて、青とか黄色、ピンクがあったんだよ。マジで意外とあるものね。それでも絶滅するんだけどな。赤電話がテレホンカード式公衆電話に完全移行するのと同時に廃止されて、赤と青、黄色はもう完全消滅してるぜ。あれ？ピンクはどうしたの？今でもピンクはあるぞ。ダイヤル式のピンク電話はお店の運営者とか公共機関なんかが設置する公衆電話だから、 NTT が委託してる公衆電話とは違って回収されてないし、今でも旅館とか飲食店で見られるな。おお、赤も青も黄色も消えて寂しいけど、まだ生き残りがいたのね。使う機会がいつか来るかも。次に紹介するのはブルマ。これは学校教育で体育の授業の運動時に女子の体操着として広く使われてたものだ。ブルマ、もはや伝説の存在でしょ。今はもう絶滅してるしな。一昔前は男子がショートパンツ、女子はブルマっていうのが一般的だったけど、今は男女ともにハーフパンツとかクォーターパンツだぜ。今はもう性別問わず統一されてるのね。男たちの儚い夢が散ったな。どうやら男女での授業が統一されたのがブルマ消滅のきっかけになったようで、かつては中学、高校では授業も男女別々で、女子だけにダンス、男子だけに武道、みたいな差があったんだ。男は男らしく、女は女らしくって感じだわ。いかにも昔って感じね。そこから変わったけどな。学習指導要領の改定で中高の教育内容は男女同一になって、体育の授業内容も同じになった。それからも選択制の導入が関係して男女教習が始まった影響で、ブルマからハーフパンツへの移行が進んだんだよ。今ではもうアニメとか漫画の世界でしか見ないんじゃないかしら？それが、創作の世界からも消えつつある。大人向けのゲームはともかく、アニメでも女子生徒が体育でハーフパンツを着用する作品が増えてるから、もはや伝説としても消えつつあるんだよ。ブルマってそんなに追い詰められてたの？どうしてこんなことに？というのも、そもそもブルマのフェチ性の大部分はセーラー服やスクミズと同じで、女学生の服イコール若さの象徴っていうのが占めてたからな。だから、学生時代にブルマと触れ合う機会がなかった2000年生まれ以降の人はブルマに対する思い入れがないから、興味もないんだ、な。なるほど。もうブルマに興味のない世代が活躍してるから、ブルマも消えそうなのね。ブルマは奥が深いんだけどなぁ。ブルマはいろんな衣服と組み合わせて書かれることで良さが上がるし、例えばセーラー服とかジャージにブルマとか、上半身の肌こそ隠してる一方で下半身があらわになってるっていうのがいいんだよ。ファンタジーの世界では鎧とブルマっていう新たな組み合わせまで生まれてるから、まだまだブルマの可能性はあるぜ。そんな組み合わせまで、ブルマは奥が深いわね。こんな感じで、昭和でこそ当たり前だけど今となってはヤバいものがあるんだ。お菓子とか飲み物、おもちゃがかなり懐かしい反面、今となっては姿を消してるのが寂しいな。ブルマは相当ヤバいわ。ブルマに理解のある有名人とかがブルマ復活を叫んでくれないかしら？それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでご視聴ありがとうございました。